横須賀沖に現れたのはアメリカ海軍のドック型輸送揚陸艦サマセット LPD25 である。サマセットは2023年5月中旬にサンディエゴを出発、ハワイのパールハーバーを経由して本日6月1日横須賀に初めて寄港しました。サマセットは佐世保に前方配備されていたドック型揚陸艦アシュランド LSD48 が2ヶ月前の3月22日佐世保を離れサンディエゴへ帰国したため、新たな後継艦としてドック型輸送揚陸艦サマセットが前方配備されると思われる。今回大型の台風2号の先島諸島接近に伴い横須賀に一時立ち寄ったのではないかと見受けられる。このサマセットが佐世保に配備されると、ドック型輸送揚陸艦は1隻増強され、8年前の2015年2月19日佐世保に前方配備されたグリーンベイ LPD20、 3年半前の2019年12月1日に佐世保に前方配備されたニューオーリンズ LPD18、 これらを含めると3隻体制となり、さらに2020年11月から佐世保に配備中のドック型揚陸艦ラッシュモア LSD47 を含めると、ドック型の揚陸艦は4隻体制になります。ただアメリカ海軍艦船は日本への前方展開が10年を超えないことを義務付けており、8年滞在のグリーンベイはいずれサンディエゴに帰国するものと思われる。